弘前高等学校、放送局顧問の澤原と申します。本日はよろしくお願いいたします。3月1日、日本高等学校野球連盟と毎日新聞社様から、発表がございました。第95回記念選抜高等学校野球大会閉会式、予定としては3月の31日において、本校2年生佐藤真理子が司会を担当することとなり、今回佐藤が司会担当のお話をいただきましたのは、昨年の7月27、28日に東京で行われました第69回 NHK 杯全国高等高校放送コンテストアナウンス部門におきまして、決勝12人の中に東北勢で唯一選出され、準優勝を受賞したことによります。今回の閉会式以来のきっかけとなった NHK 杯全国放送高校放送コンテストでは、佐藤真理子について審査員の方々からは、リスナーを引きつける素直なアナウンス、発声が自然で聞きやすい、腹の座った落ち着いたアナウンスであるといったお褒めの言葉をいただいております。私自身、今回の閉会式司会決定を受け、大変嬉しく思っております。今回閉会式の司会っていう舞台は、高校に入った時から掲げてきた目標の一つだったので、大変嬉しく思い、感謝の気持ちでいっぱいです。選抜高校野球っていうのは、全国から選び抜かれた野球部の皆さんが必死に努力を重ねて、そして頂点が決まっていくという舞台ですので、私も気持ちを引き締めて、また笑顔で明るくやらせていただきたいと思います。中学校の頃にテレビで NHK 杯放送コンテストの様子を見て、作品の出展されている作品のレベルの高さにすごく感動して、作品を作りたいと思って放送局に入ったのがきっかけだったんですが、先輩アナウンスを専門とする先輩方の指導もあり、すごくアナウンスっていうのに惹かれてアナウンスを始めました。そして学んだことは、アナウンスっていうのは自分で取材を言って、自分で言葉を選んで原稿を書くっていうことをするんですが、やっぱり人と関わりを持つ上で、関わりを持つ中で、同世代でもこんなにすごい人がいるんだってこう感じたりとか、自分の未熟さを感じたりとか、取材に答えてくれた方々の気持ちを知る中で、自分に足りないところとかも知ることができて、自分の成長の場になっている、成長するきっかけになっているっていうふうにはよく感じます。私は将来アナウンサーになって、自分の足で現地に行って取材をするっていう、そういうアナウンサーになりたいので、そういう経験が今からできているっていうのはすごく貴重だなと思います。授業が終わって廊下で顧問の菅原先生に呼び止められて、そこで知らされた時は、人目もはばからず、すごい騒い、すごく嬉しくて、声を上げて喜びました。教室中に聞こえるぐらい喜んじゃったと思います。自分でいいんだろうかって思いましたけど、やっぱり一番は本当に嬉しいっていうのが良かったですね。今現在やっているのは、過去の司会をやられている方の映像などを見て、こうイメージトレーニングをしています。広い会場ですので、会場にいる皆さんに聞き取りやすい声が出せるように発声練習を毎日行っていますし、家でも滑舌練習は重ねています。パワーアップした彼らの型破りな舞台に注目です。
ノミネート、欲しいものが注げます。